南高梅の花収穫期の南高梅の果実。南高梅とは梅の品種の一つ。和歌山県を主たる生産地とする白梅で、その果実は数ある梅の品種の中でも最高級とされる。2006年10月27日には地域団体商標制度の認定第一弾として南高梅は地域ブランドとして認定されるに至った。読みは正式に南高梅であるが、 生産地以外の人や、マスメディアでは、南高梅と呼ぶこともある。日本国内で生産される、国産梅の6割は、和歌山県産であり、果事王国和歌山の代表的なブランドであるだけでなく、梅のトップブランドとしてその名は知られている。果実は、非常に大きく、種は、果実の割に小さめである。また、果皮にほんのり赤みが差し、果肉の柔らかいのが特徴である。 主に梅干しや梅酒に加工される。和歌山県のみなべ町が発祥の地であり、かつ生産量も多い。2006年にみなべ稲美農業共同組合が地域団体商標制度による商標登録に奇襲みなべの難航梅を出願し、同年特許町より認定された。青鳥た梅は梅酒用等に適しており、樹上完熟させて利用すれば、 品質の良い付け梅ができる。和歌山県の主生産地における収穫、出荷時期は以下の通り。大梅、5月下旬から6月下旬完熟梅、6月中旬から7月上旬樹脂は、快調性で、樹勢は、やや強い。結果枝の発生量が多く、豊か酸性であるが、開花時期の相番による収量の年次変動が激しい。自家不和のため、 受粉樹がなければ結実しない。産地では、小粒軟膏白黄、改良内伝、NK14 などの品種を受粉樹として混植している。肺星病や肺色カビ病には強いが、黒星病や海洋病には利病性であり、アブラムシやコスカシバなどの害虫にも弱く、農薬による防除が必要である。果実は、完熟化収穫の場合は前後の大きさに、 なる。果実の陽光面にアントシアニンによる紅が刺す場合があり、紅着色が多い実は紅れな梅として高値で取引される。梅干し加工の際に問題となるヤニカの発生は他品種と比べて少ない。なお蒸気は原木系統の特性であり、軟工には他にも遺伝的性質の異なるに系統が存在する。軟工梅を使用した梅干しは、 最高級品とされ、中国産の梅を加工した梅干しに比べて2倍以上の価格差がつくこともある。価格が高くなる原因としてはその味や食感なども、さることながら、果肉が柔らかいために潰れやすく、オートメーションにあまり適さないことも挙げられる。高級志向の高まりもあって、贈り物として難高売を求める消費者は多い。江戸時代、安藤直司が治めていた。 現在の和歌山県南部町、田辺市周辺では、痩せ地や、傾斜地が多く、農民は、年貢の負担に苦しんでいた。安藤直司は、土地の山に自生していた、矢ブ梅を見て、民衆に、これを育てれば、年貢を減らすとして、育成を推奨した。当地で育てられた梅は、徳川幕府八大将軍の頃には、将軍も絶賛するほどになった。明治時代になると、 これらや、赤痢などの流行病対策品として、また日清戦争、日露戦争などの影響で軍隊の常備食として、梅干しの需要が増え、価格が高騰したため梅の栽培が急激に増加した。和歌山県の旧、城南部村では、1879年頃に、内本徳松が、奥手の山林で有料系統の梅を発見。これを母樹にした、内本梅の苗木を増殖する。 1901年、内元徳松の親類であった内中亀七、玄蔵親子が、道村の土地を大規模開墾し、内元梅の大規模栽培をはじめ、道園の梅は内中梅とも呼ばれるようになる。1902年、道村の村長の息子であった高田貞濁が、内中梅の未生苗木を60本購入し、園地に植える。その中に果実が大きく、豊かで、 紅が刺す、有料樹を発見し、高田梅と名付ける。1931年、同村の小山定一が、高田砂濁すより、高田梅の補儀を譲り受け、栽培を拡大する。1950年、城南部村で有料品種へ栽培を統一するための、梅有料部樹受選定会が発足し、5年にわたる、調査の結果、37種の候補から、 高田梅を最有料品種と認定。調査に尽力したのが南部高校の教諭、竹中翔太郎であったことから、高田の高度南高を取って南高梅と名付けられ、種苗名称を登録される。南高梅は他の梅品種に比べ栽培しやすく、豊か産生であり、果実品質も優れていたため、その後の梅需要の高まりとともに、 近隣の田辺市や稲美町に加えた県でも栽培が急拡大し、国内一位の栽培面積を誇る梅品種となった。収量の年次変動、自家不和合成、黒星病海洋病理病性といった欠点を克服するために南高梅を育種親にして開発された新品種が複数存在する。二0 1年七月十二日、南高梅の購入をめぐり、 和歌山県田辺市網鍋町などの梅干し加工業者が、梅の生産農家からの買い付け価格を横並びにするカルテルを結んでいた疑いが強まったとして、厚生取引委員会は独占禁止法違反の疑いで、加工業者など十数箇所を立ち入り検査した。立ち入り検査を受けたのは、地元の加工業者が加盟する、紀州田辺梅干し共同組合。 紀州みなべ梅干し共同組合の両組合のほか、両組合に加盟するみなべ稲見農業共同組合、紀南農業共同組合など、両組合には計86の加工業者が加盟している。両組合では、梅の大きさや等級に応じて一たる当たり約3000から7000円の見通し価格を加盟業者に通知。業者は梅を買い付ける際、近隣の生産農家と個別に、 価格交渉を行っているが、大半が見通し価格と同額を農家側に提示し、購入していた疑いが持たれている。こうした観光は遅くとも2004年頃から続いており、農家側から、梅を買いたたかれ、赤字に陥っているなどと不満の声が上がっていたという。ありがとうございます。